でも行かないか。ドリンク剤100本飲むよりも温泉にでも行かないか。くだらない話はもうやめて、温泉にでも行かないか。いい宿を紹介したい。富山の外れ堺高専。立派な旅館じゃないけれど、何のサービスもないけれど、安くて汚い部屋がある。君が影と横になれる部屋がある。観光名所などないけれど、君が気を使う人も誰もいない。小さな売店が一つだけあって、君に必要なものは全部揃ってる。富山の外れ堺高専。